わかんない。風間もね、引っ越しするかもしんないんだよね。さらっと重大なこと言った気がする。まあ、いいか。風間もね、引っ越しをするかもしれなくて。そうなんでござるよ。溜めていった方がいいのかな？風間実は皆さん聞いてください。風間実はお引っ越しすることにしましたイエーイみたいな感じで言った方がいいのかな？ちょっと。そう、風間も引っ越しをする予定なんでござるよ。そう。まだなんか全然決まってないんだけどね。もうめっちゃ聞いてくるじゃん。いや、同居とかはしないよ。え、ま、前にも言った、え、無理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 、ラプトのと同居無理、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 無理。だって部屋散らかすもん。一緒には住まない。まあ、風間もね、おもろハウスだからさ。そう。風間も、おもろ小屋に、いつまでも、いるわけいかんなと思って、引っ越そうと思ってるでござるが。そう。まあ、またね、詳しくは言うつもりだから、安心してほしいでござる。